こんにちは、出川です。本日なんですけど、愛知県豊田大谷高校にクリニックに来ておりまして、その今後なんですけど、こちらが、豊田大谷のバスケットボールの4人になります。いや、4人しかいないみたいになるけど、なんで皆さん喋らないの？さっきすごい喋ってたのに本当は思っているんですけど、ちょっと僕がね、選抜してこの4人を選びました。というのも、どうしてもやってみたい企画というか、この作戦マジ強いんじゃねっていうのを、もう中学校ぐらいからこれ構想してて、ようやく23歳の今実現できるというね、大変嬉しい機会でございます。ありがとう。ディフェンス役の5人にはちょっとね、違うところに行ってもらってるんですけど、この4人のみんなも作戦初めて今から聞くと思います。ちょっと発表していきたいと思います。こちらのちょっとホワイトボードに書いていきます。では発表します。まだここにゴールがありますと、こんな感じで攻めると思うんだけど、俺がじゃあ T でいきましょう。豊田大谷の T と高橋の T、 これ T って叫んだら、俺がこうボール持ってる周りを5人でタタタタタってこう壁を作ってほしい。なんで笑ってる、これ真面目だよ。どういうことかっていうと、TTT って言います。そしたらここで壁を作る。そう、壁を作ってドリブルでチリチリチリ、そう、そうで、いいとこまで行ったらシュート。これをね、ずっとやりたかった。なんでそんな笑うの。作戦 T なんだけど、1個ね、これちょっと懸念することがあって、ジリジリ行くっしょ、これスクリーナー動いてますやん、なるでしょ。で、その時に考えたら、うわ、俺の夢は儚く散るのかと思ったんだけど、これならいいんじゃないかって思ったのが、まあ、作戦大谷の方にしましょう。作戦 O、 それがこの5人、このボールを5人でもっとこれで外に手を入れさせない、こう、そう、これで運ぶの。これだって強くない？え、だって外から手出したらハッキングね。え、これなんで俺だけ？すごいじゃん、これ。拍手しましょう。これをまずやっていきたいんだけど、まあ、ディフェンス役マジで知らないから、サイズ T でいくか。 OK、 ちょっと一回フォーメーション確認するか。今ディフェンス役別室行ってもらってるんで、今回ね、僕がやりたかったのはこの2つなんです。すごく笑われましたけども、至って真面目にガチでこれ強いんじゃないかって本気で思ってます。ガチの試合ではもちろんやらないですよ。でも、この遊び感覚のバスケでは、これマジで無敵じゃねって思ってるんで、一回ちょっと練習していきたいと思います。お願いします。作戦会議ができたので、ガチで初見の、フレッシュ高校生を今から呼んでちょっとやってみたいと思います。行きましょう。はい、ということで、こちらがね、今回ディフェンスやっていただく皆さんなんですけども、今から最強の作戦、もうマジ無敵の作戦がありますので、これをもう皆様に書きたいと思います。今までね、ここバスケットやってくる中で、いろんなフォーメーションを習ってきたと思うんだけど、フィル・ジャクソンもびっくりするぐらいのフォーメーションを考えてきましたので、止めてください。止めてみてください。はい、いいでしょうか。はい、緊張するな、これ中学校からの構想してた夢だから、これ止められたらすごくショック。よし、とりあえず行きましょう。よし、OK。ガチでやっていきます。ワン、ツー、スリー、オヘアリさん。
反省会です。ボールマンがボールマンのディフェンス邪魔だったな。それ高層階だったな。確かにハーフラインから始めたからいるんだよ。だいたい高校生ってさ、折ることあんまないじゃん。もうこの辺からキープ。一回それで行こう。 OK、 もう一回行きます。バレてる。 OK、 行こう。キー、ナイス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 。今決まったね、みんな。あれ、キムに決まったね。これ多分大谷の多分主戦ですよね。このスクリーナーと思われる人たちがTTT って言いながらすごい結束力を高めてるけど、あれってファールなのかな。ファールじゃない。ファールじゃない。お、じゃあ作戦系最強じゃない。だとしたらちょっともう一回やってみよう。バレてるけどディフェンスにもどうにか止めてもらうわ。こう外側から回ってきたらここ開けて、そこ俺がズコンまで行くから。オッケー。ちょっとディフェンスさ、ガチで来て、ガチで止めてきて。オッケー、行こう。そこを開けろ開けろって言ったね。あとはもうちょっとハンドリングなとこあったけど。そしてね、ディフェンスのみんなごめんね。作戦 T 最強だけど作戦 O もあるの。もっと最強なやつあるからちょっと頑張って止めてみて。作戦 T は吹く審判吹くから、でも作戦 O は吹かれない。おー、行きましょう。完璧だね。ちょっとね、めちゃくちゃ嬉しい。コメントでこれの止め方ある方ぜひ教えてください。はい、ということで、今監督さんの方にね聞いてまいりました。多分いいんじゃねというコメントでした。完璧です。マジでくだらないと思えるけど、マジで中学校からずっとこれ強いんじゃねって思い続けて、 YouTube やってる今だからこそ、そして大谷クリニック呼んでいただいたからこそ、でみんなが協力していただくれたからこそ実現できた企画でした。本当に嬉しい。でも最初止められた時は本当に泣いた。マジでどうしようかと思った。いやけど作戦 O ね、 O 良かったね。あとごめんね、俺がシュート決めるだけだったけど。ということで、何を見させられてるんだと思ってる視聴者の皆さん、でもこれは僕の夢だったんで、皆さんもねこういうくだらない企画でもなんか皆さんもいい案があればぜひコメントの方お待ちしております。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。大谷の皆さんもありがとうございました。